今回そういう怪談ではないんですけども、はいはい、僕聞いた中で今までで一番こう後味が悪いなと思った話なんですけども、これあるゆかりちゃんっていう女の子のお話なんですね。で、まあ、そのゆかりちゃんっていうのが3人家族で、まあ、お父さんお母さんゆかりちゃん非常にこう仲のいい3人家族だったらしいんですけども、そのゆかりちゃんが小学校2年が終わって3年に上がるときにお父さんが交通事故で亡くなってしまったらしいんですね。で、まあ、そっからもうお母さんはとにかく母子家庭っていうことで朝から晩までこう一生懸命身を粉にして働いたらしいんですよ。で、まあ、その回やって何不自由なくゆかりちゃん中学校に上がれたっていう。ただその時に今度はお母さんがそのまあ無理がたたって過労で倒れて、でそのまま亡くなってしまったらしいんですね。でただお母さん最後亡くなる時にゆかりちゃんを自分の枕元に呼んだらしいんですよ。ゆかり、あなたはこれから本当に一人ぼっちよ。人生たくさん辛いこともある。でもね、本当に本当に辛くてどうしようもない時、これ開けなさい、赤いお守りを渡したらしいんですよ。で、まあ、それがお母さんの最後の言葉だったらしいんですね。で、まあ、その後ゆかりちゃん親戚の家にこう引き取られて高校に上がるんですけども、まあ、毎日こう学校に行く時はカバンに、ね、お母さんの形見お守りをこう、ね、まあ、つけていくんですけども、ある日クラスの男の子がそれをバカにしたらしいんですね。なんだゆかり、お前それ汚ねえないつもつけてて、なんなんだよそれ、片身で宝物ですよね、怒りますよ、やめて、うるせえ関係で、なんだよそれで、とうとう男の子お守りをバーンって引きちぎってしまったらしいんですよ。でやめてやめて、中開けようとするらしいんですよ。やめて、これ実はこれお母さんにもからもらったこうこうこうでこう大事なものなの、やめて。で男の子一瞬びっくりしたんですけども、勢い止まらないんで中開けたらしいんですよ、そしたら中からポロッなんか白い小さな手紙が出てきたらしいんです、見ないで。男の子それ読んだらしいんですよ、顔真っ青なんですって。そこにはお母さんの文字ではっきりとこう書かれていたという、ゆかり死ね。ちょっとごめんな、なんなん。え、なんなん。そうか、もう本当に困った時にはもう自殺しろってことなの。もしくは、自分が今こんなに辛い思いをして働いてるのはお前がいるからだっていうことで恨んでいたのか。後味悪い。ちなみにこの話何回かを仲間の前でも話したことあるんですけど、毎回こういう空気になります。そりゃそうじゃん、毎回です。だからどう捉えるかっていうか、なんやろ、真実はちょっとわからんけどね。